数十億もの生物がこの小さな惑星に住んでいる。それぞれが与えられた目的を果たすように細心の注意を払って設計されているのだ。お前たちはその平均にすらほとんど到達していない。簡単な衛星打ち上げ手順を扱うことさえできないのか。無能なやつ。こんなものロケット科学とは呼べない。誰か新しいマリマリちゃんのアイス取ってこい。やれやれ、今日はこれ以上良くないことが起こらないといいが。NSR の奴ら一体何をしてんの？街には十分な電気がないのにパーティーしてる場合じゃなくない？この二人は誰だ？私と会話できるバスを購入したのか？覚えてないの？バンクベッドジャンクションよ。 NSR の支配を阻止するためにまずはここに来たわ。ビニールシティの人々はロックの凄さを認めるべきよ。ロック、それは魅力的だが、君のはちっちゃなガンモン。君の見当違いの努力。でも君は私に冥王星を思い出させる。かつては太陽系の惑星であると考えられていたが、でも今は違う。何？冥王星？ズー君、あいつが言ってたことって悪いことだよね。純惑星であることは必ずしも悪い。君の知性はびっくりするほど浅いな。私が言っているのは、君たち冥王星人はもう流行ってないってことだ。なんだと？あんたの音楽はすごく流行ってるってわけ？私が誰なのかわからないようだね。私はDJ サブアトミックスーパーノヴァ。私の音楽は銀河の彼方まで届く。かたや君たちの音楽はどうだ？この身の程知らずが。NSR、 まあそうかもしれない。でも私の音楽はそうはならないよ。私の音楽は宇宙の彼方まで届く。無知。そっちね。無知。
1億もの星と惑星の前ではちっぽけと無理だ。ああ。結局冥王星って何なの？ DJ サブアトミックスーパーノバ、応答せよ。そちらでは何が起こってるの？大変申し訳ありませんが、DJ は現在使用できません。メッセージを残しますか？何ですって？自分たちを何だと思ってるの？ちょっと待って、覚えてるわ。あなたたちはライトアップオーディションのトラブルメーカーの2人ね。そう、バンクベッドジャンクションだ。ラックを取り戻しに来たよ。冗談でしょ？冗談なんかじゃない。名声を手に入れるまでやめない。システム全体を変えるんで。うん、それもね。無理なこと。あんたの支配にもう飽き飽き。これからは市民たちが自由に選べるような街にすべきよ。ざれ事はやめなさい。あなたたちが私より優れてるとでも？前にも言ったけど、もう一度言うわ。ロックの時代は終わったの。今日の勝利はロックの力が復活していることの何よりの証拠よ。それについてはどう思うわけ？しつこいやつめ。そうね、よろしい。あなたたちはこの道を選ぶのね。受けて立とう。私の最高のアーティストたちを倒すなんて100年早い。我々の目的はただ一つ、秩序。そしてそこにはあなたたちの居場所などない。私たちはあんたのおバカな計画と関わりたくない。ビニールシティの自由のために戦うと今決めた。あんたの秩序とやらに押しつぶされる小さな人々のために。ズーグ、こっちに来て。手を置いて。え、ああ、わかった。何してんの？小指を突き出すだけよ。うん、こんな感じ。もっと手を近づけて。違う、反対側よ。わかったよ。もう少し右に。違う、でも右側に動かしたよ。あー、いいよ、左に動かして。こんな感じ。もっと左左左左、そこよ。小さな人々のために。場所だね。ようこそ楽園へ。お二人は左右の天使のような甘い歌声を聞くためにここまで来たの？何？甘い歌声？ウケる。私たちはロックをビニールシティに取り戻しに来たの。っていうか、こんなのバカげてる。なんで私あの子とマジで話してるわけ？そもそもリアルじゃないし。メイ、そのリから始まる言葉を言うんじゃない。この辺ではその言葉は禁句なんだ。え？リから
から始まる言葉？もしかしてリアル？彼女を見てよズーク、彼女はどう見たってリアルじゃないじゃん。でもサユはリアルよ。あなたたちのラブラブ状態と同じくらいリアルよ。待て、何？おいおいおい、ちょっと待って。目を見ればわかるわ。今あなたの心音は海の高波のようにドキドキしてる。ザブンザブン。ザブン。あなたの心に従うっていう意味よズーク。俺はでもいろいろ複雑な事情がたくさんあったりして。ズーク、流されるんじゃないよ。あんたもリアルじゃないくせに、おしゃべりよりも音楽でかかってきな。まあ意地悪ね。どうしてサイを真剣に受け止めてくれないの？ねえ見て。このパワーを使ってあなたに打ち負かすしかないみたいね。ラブラブサイをビューン。向いてないかも。ここから切ろう。
左右の気持ちを世界中のファンたちに伝えてくれるの。皆さん、準備はいい？みんなのハートとつながりたい。
それでは、バンクベッドジャンクション着任しました。あんたたちはかなり才能のあるチームよ。ただ見えないところでもっと大きなことが起ころうとしているから、お子様たちはお家でいい子にしてなさい。左右を二度とあの化け物にしないでね。さあメイ、家に帰ろうぜ。そうね、さゆなら。話してくれないか。ここの音響は声がはっきり聞こえるようには設計されてないんだ。音楽について偉そうなこと言ってるでしょ。でも唯一得意なことって破壊することだけでしょ。なんて、私たちの音楽が破壊的にイケてるって、それはどうも違う。なぜみんなが私のことをビニールシティの黄金のバラと呼んでるのか見せてあげるわ。
弁してよ。これ耳にタコできるくらい聞いたことある曲じゃん。俺ら、あの子供に負けてないか？どうでもいいわ。今からあの騒音を止めてやるし。ついてね。あんな悪ガキたちなんかあなたに到底及ばないわ。さあ目を閉じて私の声だけを聞くのよ。奴らにあなたの素晴らしさを見せてやるのよ。
同じみのあれね、ブーク、レッツゴー！
シャルユイうまくやったわね。最後にママのためにもう一度演奏してちょうだい。みんな嫌い。みんな大嫌い。あんたたちみんな大嫌いだ。お、トリプレット。みんなまとめて追い出すつもりか。マックスダメージ。してんの？ここに来て私に面と向かって言えないわけ？ほら来なよ、かかってこいよ。理想の彼氏になってあの子をメロメロにしよう。は？敬礼！私たちなんで敬礼してるんだっけ？君のそのエキゾチックな美しさに敬意を表するのさ。そのツヤツヤした髪、美しい瞳、さらにそのセクシーな唇。僕たちは息をすることを忘れてしまいそうだ。息もできない。
はぁ、メイをそんなに簡単に落とせると思ってるわけ？チープな甘い言葉になびくようなタイプじゃないぜ。言ってやれよメイ。メイ、なーに嫉妬してんの？メイ、私の唇がセクシーだって。お前らのせいだぞテンテン。部外者は黙って、我々が現れたからにはセクシーな使命を果たすのみ。あなたはサーマルゴーグルを装着した方がいいですよ。なぜなら僕たちはアフリカナさん。あれはなんだ？侵入者！どこに？ああ。俺の軍隊を傷つけることは断じて許さぬ。テンテンは決して降伏しない。配備！オペレーションバリオン！ベイビー、シリネルゼ。ビビー。何をしても無駄だわ。来るよ。倒すよりもイケメンロボたちにもてなしてもらって、一緒にリムジンに乗り込んで着地パーティーを開く。はい、工場行ってぶっ倒すか。やっぱフォー目標を狙い。やっぱ目標を狙い。Yeah!
やったぜ、俺たちうまくやってないな、まだ。リズムの旗がなびく限り、俺は戦い続ける。オペレーションオッケー。 NSR よ、エンジェルだ。準備完了。わーっ、先制攻撃。そのためにここにいるんじゃない。君たちがユイユのピアノを壊したと聞いたぞ。俺の工場も壊しに来たんだろう。もう抵抗はしないからやれよ。何の話をしてるの？そんなつもりじゃ。兄さん、たとえ俺の軍隊を壊そうとも、俺の魂を壊すことは決してできない。そもそも彼はどうやって咳をしているんだ。俺はサイボーグだよ。この咳、そして口からこぼれるこの血、すべて口、すべて NSR のためにある。はーい、わかったわかった。もう家に帰るね。いえ、懐かしの我がふるさと。子供たちが目を輝かせながら路上で無邪気に走り回る日を夢見たあの頃、俺は心に誓った。大切な人々に平和を取り戻すこと、そして
その日が来るまで粉骨最新の思いでこの町に奉仕することを誓った。それが俺の使命だと思っていた。俺は魂がある最強の兵士のはずなのに、ああ俺はどうなった。かなり変わってしまったな。今まで NSR の名のもとにどれだけひどいことをしてきたことか。俺が、ちょっと君たち二人に話してるんだけど、どこに行くんだ。自分のしていることは正しいと思っているのか。何のために戦うんだ。一体何が欲しいんだ。じゃあテンテンのサイン入りポスターが欲しい。メイ、ただの冗談よ。待って、まだ68年のアズカー派閥へ派遣された時の話がまだ進んでない。それはケワンさんの尾根を通る厳しい旅だった。どれだけ強い兵士でもあの寒さで皆精神がすぐやられていた。俺はコンパスとパラシュートだけを背負い山の中を歩き続けたって。ちょっと聞いて。あら、いらっしゃい、ズーク。よう、イーブ。どこにいるんだ？座ったら、ズーク。座るって？ああ、そうか。この椅子覚えてる？それとももう忘れちゃった？まあ、忘れたって無理ないわね。椅子って、思い出に残るためのものじゃないもの。この椅子、あなたのものだったのよ。あなたが捨てるまではね。イブ、俺は…し、いいのよ。許すわ。さあ、この器に体を委ねて、私からの贈り物を受け取ってちょうだい。昔みたいに、時の砂時計を感じて。今タティアナが座ってる椅子のことかい？彼女は私のすべてを受け入れてくれるわ。愛してるけど、座る人のいない椅子は存在する価値がない。ねえズーク、彼女が見えんの？どこ？すぐそこに。どこ？思った通りね。ズークの世界観が分かっていないわ。あなた、タティアナが背もたれを胸に抱えてるのが見えないの？バカなの？装備性のかけらもないんじゃないの？意味不明。なぜこんなセンスのかけらもない子を選んだりするの？あなた。大学時代を覚えてる？私が大陸でズークが海だった時のことを。あなたの波が私に当たる快感、二人だけの世界を。恋しくないの？あの快感はもう欲しくないの？こんな小娘のために私を捨てたっていうの？自分の評価を落としすぎじゃない？ちょっと哀れね。とっても哀れだわ。でも戻ってきてくれた私の前に。お互いの救世主になれるわ。私たち今日、あなたは救われるのよ。心を空っぽにして私の目を見て、生まれ変わるのよ。あなたの選択は間違ってるわ。彼女は炎、炎と海は混ざらないわ。私の名前はメイデンよ。わかった？
な資格もないくせに、そんな資格ないくせに、私のものにならないなら、ズー君、消えなさい。うわー！ズーク、どこにいるの？まだここにいる、メイ。落ち着け。前にもこんなことがあったんだ。このまま続けるんだ。片付けとくぜ。
メイドだ、急ごう。あなたには何もなかった。あなたを手塩にかけて今のあなたに作り上げたのに、まさか自分一人でそこまでの能力を身につけられたとでも思った？笑っちゃうわ。私が作ったのよ。あなたの人生で一番大事なのは私の目にかなったこと。あんたたち、どうやって。わかるでしょイブ、ズークの方があんたより上なのよ。幕を引く方法は一つだけだ。見せてやろうよズーク。レッドライト、グリーンライト。ほほほ、あんたもみんなみんな私の才能を恐れて狼山だ。いつも、いつだって…誰もいない。あの人さえいない。私の感覚と合う人は、世界に一人もいないんだわ。ちょっと話してくる。行きなよ。全ては無。なんで無にパフォーマンスなんて。イブ、やるべきことはまだたくさんあるけど、ここには居場所がない。イブ、大地も海も炎も全部無駄になっちゃった。聞いてくれ。終わりよ、終わり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 。イブ、君は一人じゃない。来ないで、もう騙されないわ。イブ、星がとても美しく見えるわ。目を閉じようかな。さようなら。イブ、ごめんよ。君の理想のズークになれなくてごめんな。初めて会った時、すぐに俺の中にある可能性を見出してくれたよな。俺が君と同じ世界観を持てると君に希望を与えちまった。でも俺は君とは違うんだ。同じだったらどんなに良かったか。でも違うんだよ。じゃあ二人でやり直したら。もういいんだ。逃げたのは俺が臆病だったからなんだ。今ならわかる。でも今日君を見て、パフォーマンスにこそ生きがいがあるんだって思い出したよ。一生世界観を共有できる人に出会えないかもしれないって不安になるのはわかるさ。でも君なら大丈夫。他の人なんか必要ないよ。君自身で十分なんだ。耳の痛い話ね。でも私、そんなに強くないかも。君はいつだって俺より強かったよ。他の誰にもできなくたって、君ならできるさ、ナディア。それじゃあ俺はもう行かなきゃ。元気でな。ところでさ、
メイデイのことをよく知れば君もきっと好きになると思うぜ。ありがとう、ツーク。半端者が私のアーティストたちを倒したなんて信じられない。終わりよタティアナ、王座から降りて。おだまり。投票に悪影響を及ぼしたなんて最悪な出来事だわ。あんたの感想なんて聞いてないし。お前たちのせいでこの町の政治が今後ひどいことになっていくのよ。秩序を乱すことで自由が手に入ると思うなら大間違いだわ。うん、それのどこが悪いの？相変わらず短絡的ね。世の中がうまくいかなくなれば将来反対政党は暴動を起こすかもしれない。もし絶え間なく混沌が続くとしたらどうやって我々は進歩していくのかしら。これ全部あんたのせいよ。ロックを禁止したのはあんたでしょ。オーディションでお前が不作法だったからロックを制限したまでのこと、責任はお前にある。 それはフェアじゃない。お前たちは人々を騙し自分たちに投票させた。それがフェアかどうか教えてほしいわ。彼らは私たちに期待して投票しただけ。みんなは停電だらけのこの街にもううんざりよ。またその話ね。私たちよりも大量のエネルギー供給ができるとでも思ってるのかしら。どこからそのアイデアを持ってきたの？頭も使いなさい。うちらはあんたのアーティストたちを全員倒したのよ。勢いだけじゃない。この街のことを何も知らないようね。お前たちは私のアーティストたちと正々堂々と戦ってなどいないわ。彼らのコンサートをハイジャックしただけでただの見せ物に過ぎない。それで投票が乱れるのは当然だけど、所詮全て場当たり的なもの。実際お前たちのミュージックレボリューションとやらば衝動的なだけで、もし万が一お前たちが勝ったとしてもどうやって街を運営するつもりなのかしら。何百人もの NSR 従業員が失業する可能性については、本当に EDM を愛している人々が起こす反乱の可能性を考えたことは、街を運営することができるのかしら。まあその時はなんとかなるっしょ。もういい、この話は終わりだ。そして今からお前たちも終わらせてやる。何？エゲイ様の魅力。私はこの町に秩序と進歩をもたらしました。私はこの町に民主主義ももたらしました。それ以来ビニールシティは向上しています。私の明確なビジョンの結果です。このガキが。お前たちは私にはかなわない。なぜなら時間は私の味方だからだ。NSR が EDM だけを支持するならそれは民主主義なんかじゃない。 EDM を支持しているのは市民のみんなだ。お前たちがそれを壊すまではね。集団がこれしかないのであればそれはそれでいい。 NSR がこの街を引き継いだ後にどれだけ改善したか知らないよね。これでどう？やあ！あんまり力はそんなわか。あ！俺に任せな。で終わりだ。まだ終わってないわ。そこまでだ。クライナー。そんなもんか。
ックだ。反撃のチャンスだぞメイ。何？まさか。ギターの準備はできたよ。火は急速に拡大しており、エネルギー需要が高まっています。 NSR は世界最高の EDM アーティストたちを集めたことで、街は今とても明るくなっています。本当に頭にくる。我々は直そうとしているが、お前たちのような無知な人間が邪魔をするのだ。たとえ邪魔になってもロックがそれを解決してくれるわ。しない。ロックはもはや私の選択肢の中にはない。まだ終わってないわ。そんなもんか。ブロックチェンジバンバン。このガキが。NSR アーティストたちは頂点を極めた者たちです。彼らの音楽は別次元であります。私たちは長年にわたり数えきれないほどのファンを集めました。グランドクワサを発電するためにこれ以上のアーティストたちはおりません。まずい、まずい。コンサートをハイジャックするなんて卑怯な行為だわ。もし彼らが頂点を極めたエリートならどうして簡単に倒せたのかな。グレードだ。 NSR に対する屈辱だ。私が尊敬するのは才能のある人だけ。 NSR にはいなかったけどね。ガッツギターの準備は大事だよ。力はそんなもんか。ブロックチェンジバンバン。俺に任せる。力はそんなもんか。自分たちの音楽でこの街を支配したことがありました。しかし我々は奴らを EDM で打ち負かしました。さあ無駄口を叩かずにこの街を繁栄させましょう。いい加減に押し、お前たちのおままごとのような音楽センスはもうたくさん。なんでそんなにロックを嫌うわけ。ロックに未来はない。
ロックは過去に命でもう終わったわ。終わったのはあんたとあんたの帝国だけよ。あんたの力はそんなもんか。これで終わりだ。ギターが動かしていたのか。ねえねえ、なんであんたが彼女のギターを持ってるのよ。まさかあんたのせいでクルファイラが。え、どういうことだ。なんで彼女が。答えてよ。もしあんたが彼女に何かをしたなら私。お前たちがこんなに鈍いとはね。なぜ私がクルファイラのギターを持ってると思う。もしかしてママ、no. 親友、no. ベビーシッターだったとか。違うよメイ、タティアナは。私がクルファイラだからよ、おバカさん。何？なんて？マジで？なんだって？とにかく今は関係ないわ。今は町のためにやるべきことは。私には関係あるよ。マジなの？あんたがクルファイラなの？あのクルファイラ？どうしてこんなことに。ザ・グーリングスが解散したから？ザ・グーリングスが私に教えてくれたことがあるとすれば、優れたリーダーシップには力が必要だということ。当時の私は柔軟すぎて、いつもバンドメンバーの声に耳を傾け、常に彼らのアイデアを歓迎していたわ。するとどうなったかわかる？混乱するしかなかった。意見もまとまらず、方向性を失っていったわ。それが私たちの解散した理由。でもそれは全て過去の話。今はその経験を生かして秩序を持ってこの街を治めてるの。私の新しいルールの下でビニールシティは豊かに繁栄しているわ。あんたは EDM で戦うほどロックをとても嫌ってた。いいえ、私はこの街のために最適な手段を選んだだけ。定期的な停電は最適？あんたの安っぽい EDM でこの街はなんとか生き延びているだけ。もうロックに任せた方が。またロック対 EDM の話か。耳にタコができる。ロックはもう死んでいる。以前からも、そしてこれからも。なんでこんなに変わったの。あんたは私の憧れで崇拝していたのに。私がこんなことをしたのは全てあんたの名誉のためだったのに。はあ、一つお前の称賛なんか求めてない。二つ自分の愚かな行動に責任を持て。そして三
決して憧れの人なんか持っちゃいけないよ、お嬢ちゃん。あんたはこの過剰書きアドバイスがイケてると思ってんの？私はただ、もういい、この話は終わり、あとは行動で示すのみよ。ねっ、あよ。NSR の出力はどのくらい？ 47% だっけ？ププー、その量なら勝つのは余裕でしょ。やってみなさい。やってやるよ、あんたをキャフンと言わせてやる。 NSR タワーからバンジージャンプしてあげるわ。分かったよ、バンジージャンプの準備して待ってな。いいよ。本当だろうね。本当の本当。さっさと行きな。ゆっくりさせてよ、まったくもう。どう、ズーク？まだ 47% だね。あ、なんて。おお、ブラボー、やってくれたわね。シャンパンを取りに行っていい？意味がわかんない、どこで間違ったのかな。俺もわからない、でも数字は嘘をつかないぜ。おお、ついにやったな。素晴らしかったね。君たちは今ビニールシティの王と女王だよ。タティアナはかなわなかったね。いやー、素晴らしい。とてもいいクライマックスだったよ。楽しませてくれてありがとう。